今日のゲストは背番号40番、ジョッシュ・スコット選手です。どうぞ。ありがとうございます。あれ、スコット選手、どこ見てますか？だんだん後ろに下がっていってますけど、あ、そうです、いい感じですね。前に出ていただいて。通訳には今回もチームマネージャーの、加藤俊明さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。なんか2人とも、なんか位置が定まらない感じですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい。今日もたくさんの方集まってくださってます。まずはスコット選手、皆さんに挨拶お願いします。はい、ちょっと待って、こんばんは。こんばんはって返してくれてますね。ありがとうございます。いろいろね、お話伺ってますけど、トークの途中でも、皆さん、そうです、そうです。吹き出しにどんどん質問を書いて、おっしゃってくださいね。途中で、拾って、ボット選手に答えていただきながら、お話し進めていきたいと思っておりはい、ます。そうですね。さて、初めにですね、ちょっと皆さんにお願いがありまして、現在 B リーグオールスターゲームのスターティングファイブを決めるファン投票が行われています。スコット選手、先日中間結果が発表となったんですけど、スコット選手がセンターフォワード、パワーフォワード、それからセンター枠で3位にランクインしてるんです。知ってましたか？ありがとうございます。Really appreciate the support. 皆さんの応援、サポートを本当にありがたく思っています。皆さんみんな毎日、エブ毎リ日。デイ、ありがとう。今日もしてたか、エブリデイ。ありがとうございます。嬉応援ありがとうございました。3位内ですと、スターティングファイブとしてオールスターに出場することができますので、まだまだ11月30日火曜日、夜の11時59分まで投票できますので、たくさんの投票よろしくお願いいたします。ウェブ投票とリーズマコレー投票で、1日1回投票可能ですので、よろしくお願いします。さて、順位で言えばですよ、スコット選手、現在、B リーグ個人成績、リバウンド1位。すごいことだと思いますが、この順位はいかがですか？I'm just trying to rebound and help the team win, but I mean, it's kind of cool to be at the top, but I just try to go out and help, in whichever way possible. 試合に勝つために、プレーしている結果が、そういった形になっているんですけれども、その1位になれたということはとても嬉しく思いますけど、これからもしっかりこうチームの勝利、っていうところにしっかりフォーカスして頑張っていきたいなと思います。素晴らしい。その一つ一つ積み重ねたところが、じゃあ B リーグ個人成績、現在ブロック3位にもつながってるんですね。気持ちがいいです、スコット選手のブロック。I think it feels pretty good to block people too. 自分もやっててすごく気持ちいいです。本当ですか？今後もたくさん出ること登場して、ね、期待したいと思います。今ちょっと質問出ましたけど、ソット選手、今もう髪の毛が伸び始め、またカットして切れましたけど、断病You して still 前の、talk, you have any 頭のね、plan ハート putting マー your ク、heart back on your もうや head らないんですか？ again? Okay. Maybe it's cold right now, so I have to grow my hair out a little bit. It's, yeah, it's getting a little summer, so. 今、冬なんで寒いから、ちょっと毛を伸ばしてるそうです。そんなになんか違うのかどうかわかんないですけど。But for the championships, the heart mark will be back. チャンピオンシップまで行けたら、ハートは、を戻すと、またつけると、そういうふうに、公約でしてくれましたんで。本当ですか？チャンピオンシップトランディション、トラディション。はい。チャンピオンシップの、一つの、チャンピオンシップ行けたら、という公約にして、そしてやりたいなと思って、やりたいなわと。かりました。皆さん、またハートの形やってって期待してるみたいですか？ Everyone, everyone in here. I've thought about doing a different, design, maybe before that. She said they got how about to start next season? 星型はどうですかですって。 What about, I don't know, maybe brekkie. Do a brekkie. ブレッキーとかどうですかねっていう、本人から、皆さんにご意見を伺ってもうま皆すけさんど。どうですか？いいね。
いいね。すごい喜んでくれ。すごいですよ。みんないいね。I'll think about it. ありがとうございます。考えておきます。楽しみにしたい。I'll be hard. It would be hard. だってそもそも好きなアーティストの真似だったんですよね。But the hard mark was came from the, your favorite singer, right? Yes, Drake. Drake ですね。I get a lot of motivation from listening to some of his music, so. まあ彼の曲からすごくこうモチベーションをもらっていたりもするので、それでもあって彼のそのハートをやりました。先週、テーブス海選手が出演してくださったんですけど、テーブス選手も好きって言ってた。はい、ね、he likes it direct too. Yeah. We like some of the similar music, me and Kai. 音楽の趣味も結構似てたりします。他に、仲、めちゃくちゃいいですけど、海選手とこう共通するなって感じるのはどこですか？You guys being a very good friends, but do you still feel, do you see like any other similarities like, with him besides liking us and sense of blues? I think we like to do some of the same things. Like to eat, that's for sure at the top. Especially because he's had experience in the States, like we kind of talk, a lot about college basketball or just NBA basketball, friends, just life in general. So, we share a lot of different similarities. すごく好きなものとか他にすごく似てるなと思っていて、他に私二人とも、もちろん食べることがとても二人とも大好きですし、あとは、彼が、アメリカに住んでいた経験もあるっていうことで、アメリカのカレッジバスケットボールのこととか、NBA のこととかを、二人とも好きでよく話したりしていて、すごくこう、共通点は多いと思っています。お肉好きなの一緒ですか？お肉っていう。そう。まあでも MVP のお肉は、カイ君には食べさせたいみたいです、ね。If Kai says that I'm funny, that my jokes are funny, I'll share some. But until that time happens, 自分がカイが自分のジョークを認めてくれたら、分けてあげてもいいかなと思って。それは先週ちょっとラジオで話してましたね。でも最近同じギャグにハマってるんです。I'm funny. I know. もうちょっと上達したらここでも披露して。お料理しますかですって。The person said maybe you like to cook. Do you cook? Yes. I maybe cook maybe four times a week, five times a week. まあ週に4回から5回ぐらい料理する。得意料理は。What's your best dish?Actually, this would be a good question for next time. You should ask Kai, what my best dish is. I've cooked for him a couple times. I'll let that be a question for next time, a little mystery. テーブス選手に、こう、振る舞ったことも何度かあるので、その質問は次回、Kai、テーブス選手に聞いてほしいなと。わかりました。自分のこうベストディッシュ。一番上手、美味しかったのは何かっていうのを、テル選手で聞いてほしいな。覚えておきたいと思います。そして、向こうのチームの中で流行ってるものはありますか？ですって。Question is, is there anything, going around in the team right now? It's a kind of, been a hot topic or like, Not really. I mean, we're kind of just all just enjoying, kind of have a little bit of break time, family time, So really, it's just kind of just enjoying, having rest, but also kind of getting prepared for, next month's games. あんまり、特にその流行ってるものってないんですけど、今ちょっとこう、代表ブレイク中なので、みんなそれぞれ家族で時間を過ごしたり、それぞれで、ゆっくりしています。なるほど。はい、そういえば今、ちょっと思い出したんですけれども、はい、昨日もちょっとその話題になったんですが、エミノ選手が、前回の入場の時、ジョッシュ・スコット選手のモノマネを。横浜ゲーム、エンド、ネコツァ、ユー。本人的には。ユー、アクション。It was perfect. It was perfect. Perfect. 完璧だったと。
そっくりでしたよって、ファンの方が。Ever said, I described it, look, it's real, it's just like him. I'm gonna, you know, get some revenge though, cause I'm gonna run like him next time. 次は遠藤選手にぜひリベンジしたいと。今度は自分が遠藤選手の真似をぜひしたい。本当ですか？ How did it happen? Like, 遠藤 said, like, he'sYou took Hendo's spot? Yeah, I took his spot. And I was like, oh, but, and then Hendo said, go. But I wasn't expecting him to run out like me. That was surprising. Hilarious. あれはまず、遠藤選手が9番だから先に出るときに、女子から、まあ、仕掛けたというか、俺が行くって言って、そしたら遠藤が行って、どうぞっていう。はいはい。で、言って、まあ、ジョシュが先に9番、遠藤のスポットで出たんですけど、その後、まあ、遠藤が、ジョシュの真似をするとは思ってなかった。そうなんです。それは予想外だった。やりとりが2人だけで行われてたので、他の選手が驚いたっていう話も聞きました。Yeah, other player was surprised, like that. いや、でも皆さん、今度スコット選手が誰かのモノマネするのを楽しみにしていますので。Mm. They're looking for, like, you. Who are you gonna pick to mimic? Ooh, there's a couple. Seiji is maybe at the top of my list. Seiji がまず一番最初に思い浮かびます。あ、そうですか。Nabe would be another fun one as well. Oh, yeah? Yes. Nabe もできるから。あ、本当ですか？ちょっとこう考えてるというか、思いついてるのがあるっていう。あ、それはちょっとレパートリー結構多いですね。楽しみにしてますんで。Okay, I'm looking forward to that. Me too. be excited. 楽しみにしておいてください。わかりました。さあ、結構であっという間に時間が来てしまいまして、そろそろ、ゲームの時間になりました。はい、丸×クイズをね、していただくんですけど、ここから、今度会場が変わります。スコット選手も自分でこう走ってですね、この体育館の入り口のある丸×会場にちょっと移動していただいてもよろしいですか？じゃあ、皆さんも、はい、ありがとうございます。じゃあ、移動していきましょうか。じゃあ、スコット選手もよろしくお願いします。私もちょっと、早く、よし、いつも遅いんでね。急いでいきたいと思います。あ、ポット選手が近くに、あ、行きましたね。動きたいけれど、動けない。動きたいけれど、動けない。Yes. あ、行けました、行けました。ありがとうございます。結果的にまた私は遅いというね。あれ、スコット選手も全然見えなくなりました。もう会場近くですか？もしかして。よし、近く。スコット選手はどこかな？いや、ちょっと。あれ、誰かビール売ってます？あれ、誰かビール売ってますね。ちょっとできればビール欲しいんですけど、我慢して、会場に向かいたいと思います。あ、早いな、スコット選手。あ、今日もう暗くなってますね。ファンタスティック。やっぱり日が落ちるのが早くなってきましたね、皆さんね。あ、会場が見えましたよ。コット選手も前に、あ、加藤さんどこにいますか？あ、僕着きました。さすが加藤さん、早いですね。Yes. もう少しです。あれ、ステージにいるのは、あ、二人もステージにいますね。私も今、もうすぐです。松井さん待ちです。すいません。よいしょ。さあ、来ましたよ。あ、大変なことが起きてしまいました。ですね、私なんと。消えた。はい。一瞬にして、あ、よかった。あ、よかった。びっくりしました。あれ、スコット選手います？います。います。スコット選手、真ん中にどうぞ。私はこちら。はい。センター。センターです。私は端っこでいいんです。はい。じゃ皆さん揃いましたか？あ、私待ちですよね。すいませんでしたね。お待たせしました。さあ、これからですね、スコット選手に関する質問を5つします。で皆さんには、スコット選手が何と答えるのかを、丸×で答えていただいて、皆さん、足元のですね、丸か×かのところに移動をまずしていただきます。その後にスコット選手に正解を言っていただきますからね。さあ、じゃあ、やってみましょうか。心の準備は、OK?OK。じゃあ、行きますよ。なんかもっとかっこいい言葉ありますよね、こういう時。はい。準備は OK ですかみたいな英語って。
まあ、いいか。レッツゴー頑張ります。それでは、スコット選手、ブレックス、丸のつクイズ。はい、始めたいと思います。ね、ルールはもう大丈夫ですよね。二択ですからね、丸か×かどっちかですよ。正解だと思うエリアに移動してください。で、最高得点またはですね、全問正解の方いらっしゃいましたら、メダルをプレゼントしたいと思います。メダルを手にしますと、最後にですね、このステージに上がっていただいて、スコット選手と、間近にね、お話ししていただけますので、楽しみにしていてください。さあ、それでは行きましょうか。スコット選手にする第1問質問です。スコット選手が今履いている靴下の色は、黒である、丸か、×か。さあ、移動してください、皆さん。はいはいはい。赤、丸です。青、×です。足元を見て移動お願いします。靴下履いてますよね。You're wearing the socks, right? うん。Yes, はい。履いてる。はい。お、じゃあ、結構、もう、早いですね。移動終わりましたね。じゃあ、ここまでとさせていただきましょう。ストップです。移動なしですよ。さあ、それでは、スコット選手にお答えいただきます。スコット選手が今履いている靴下の色は、黒である、丸か、×か、どっち？Can you say it? Say it too. ああ、丸。丸。丸。あ、少ない。少ない。少ない。皆さん、移動ダメですよ。実はスコット選手、今日、黒色なんですよ。皆さん、白っていうイメージがあったっていうことですか？あ、皆さん、スコット選手は、白い、いつも白い靴下を履いているイメージです。ああ、sorry. ちなみにですけれども、この世界でのスコット選手、靴下白なんですよ。ああ、これ。Yeah, you guys are right. I'm wrong. 皆さんが正解かもしれない。ある意味、これどっち正解にしますか？ That's a true question. これでも今、こっちの世界ですね。リアル、現実世界ですよ。はい。リアル世界の方。だってここで。台車の上でも白ソックスでしょ。You're wearing the socks on the, where you are on the cart. That's practice. でも結構皆さんね、スコット選手のこと写真でもよくご覧なんだと思うんですけど、ちなみに、靴下普段は黒が多いか白が多いか。Oh, which socks type, which color your socks like? Usually, often. I like white socks. Can't tell you why, but I like white socks. 基本的には白が好き。ああ。いや、今日はたまたまです。そうそう。This is a rare case. Yes, yes, yes. たまたま今日黒が多い。そう。基本的には白が多い。ちなみに下着の色は白。Over your underwear? Over what? Your underwear?What do you mean? The shorts? Oh, those the white? Yeah, what color do you want? Oh, I like, blue. Ah, blue? White, white, no. Blue. Ah, 白ではない。Blue colors. はい。はい。ブルーが好きだそうです。はい。それでは、第2問です。スコット選手は、吉野家に行ったことがある。丸か、松か。さあ、皆さん移動お願いします。カレー、ここはね、よく話に聞きますからね。ココイチはきっと皆さんによくご存知で、よくスコット選手が言ってるの分かりだと思うんですけど、お、圧倒的に丸です。圧倒的に丸に移動していただきました。はい、じゃあここまでとさせていただきます。では、スコット選手にお答えいただきましょう。吉野家に行ったことがある、丸か×かどっち？はい、大きく。丸でーす。ジェスチャーでさっきやってるんですけどね。あんま目立たない。そうですね。ちょっと見切れる方もいらっしゃるかもしれないです。大きいから。吉野家美味しかった。美味しかった。美味しかった。初めてですか？日本に来て。Been there. お昼ご飯。うん。Many times。ちゃんと昼ご飯ではよく行く。ああ。どのくらいの頻度で行きますか？How often do you go? うん。
Maybe like once, maybe every week, or once every 2 weeks, maybe. 一週間か二週間に一回ぐらい。あ、そんなに週一科学習。好きですね。好きです。あまりに。The meat, I believe, 肉。肉とご飯、白ご飯とチーズ。ああ、チーズね。チーズ。タバスコ。美味しい。なるほど。だそうです。さあ、じゃあ次行きたいと思います。第3問。トット選手は先日、日光江戸村に行きました。では、東京ディズニーランドにも行ったことがある。丸か、×か。さあ、どっちでしょうか。お願いします。はい、移動してください、移動してください。どっちだと思いますか。おー、ディズニーランドには行ったのかな。あ、知ってる方いらっしゃるみたいですね。これ圧倒的にディズニーランド行きましたっていう方が多いですね。じゃあ、正解いっちゃいましょうか。はい、移動ここでストップしてください。正解いきますよ。スコット選手、東京ディズニーランドにはもう行きました。丸、×、どっちですか？行きません。行ってません。今日ちょっと全問正解難しいかもしれないですよ。罰が正解です。まだ行ったことないです。ね、あ、でもコロナもありますもんね。欲しい。I want once. Yeah, but you wanna go. 行きたい。忙しい。忙しい。欲しい。行きたいけど、忙しい。誰と一緒に行きたいですか？ Where you wanna go with? I'm gonna pick Mako sound like he'd be fun to go to. Mako? あ、そうですか。I think Mako would be a good time. 楽しそう。え、楽しそう。一緒に行ったら楽しそう。Two big kids together. Perfect. 子供二人。ああ、なるほど。楽しそうですね、確かに、ね。大きな子供二人です。はい。さあ、じゃあ4問目いきたいと思います。トット選手は、毎日家族と連絡を取っている、丸、×、どっちでしょうか？皆さん移動お願いします。毎日ですよ。毎日連絡を取っているかどうかというところがポイントです。さあ、移動お願いいたします。お、結構早いですね、皆さんね。×の方が多いかな？という気がしますよね。それでは、答えていただきましょう。スコット選手。スコット選手は毎日家族と連絡を取っている？丸、×、どっち？丸でーす。あれ、少ないな。毎日誰と、家族の誰と話してます？ I talk to my brothers, and then, you know, sometimes my grandparents, you know, obviously my parents, but I wake up early almost every morning to talk to friends and family, back home, because of time zones. 兄弟とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、両親とも話すこともありますし、はい。時差があるので、ほぼ毎日朝早く起きて、朝、向こうの家族とか友達とよく話しています。ああ、ね、いらっしゃってる方からやっぱ時差があるから大変ですねっていう声も上がってますね。It's hard to talk to them because少し。But that's why I wake up early, so that way I have lots of time to talk to, my family back, friends and family back home. だから、やっぱりその早く起きて、たくさん時間が取れるように、早く起きます。ということで、毎日家族と連絡を取っているそうです。さあ、続きまして、最後の質問になるんです。皆さん、頑張ってくださいね。全問正解者にはメダルをプレゼントしてこのステージに上がっていただけますからね。さあ、それでは行きます。最後の質問。スコット選手は、オールスターに選出されたいと心の底から思っている。丸か、罰か。それはもう、わかりやすいんじゃないのかな。いや、ここまでちょっとね、皆さん難しかったみたいですから。スタッフがね、一人、うろちょろしてますね。ということで、全員割ですね。はい。じゃあもう正解いっちゃいましょう。スコット選手、オールスターに選出されたいと心の底から思ってる。丸でしょうか、罰でしょうか。
そりゃ。まるです。まるです。え、皆さん、繰り返しお願いしますよ。現在、Bリーグオールスターゲームのスターティング5を決めるファン投票が行われています。先日発表された中間結果、スコット選手、ね、3枠で3位にランクインしてますから、このままやっぱり数を増やしていきたいと思います。3位以内ですと、スターティング5としてオールスターに出場することができますので、皆さんの投票毎日お願いいたします。11月30日火曜夜11時59分まで、最後の最後まで、投票をお願いいたします。ウェブ投票とビースマコレ投票で1日1回投票可能となっております。結構エリアに入ってます。さあ、それではですね、全正解の方にメダルをプレゼントしたいんですけど、お一人だから今日はでもう先に発表しちゃいたいなと思います。なんと全問正解。たった一人でした Really? おめでとう。おめでとうございます。正解者名発表しちゃいますか？では、そのたった一人の方お名前発表したいと思います。こちらの方です。テトさん、おめでとうございます。テトさん、おめでとう。どうですか、スコット選手のことよくわかってるということですか、テトさん。You know about you well, so well. We can be best friends. 親友になれそうです。本当ですね。テトさんには、メダルをプレゼントしますので、そうするとこのステージ上がって、お隣もいらっしゃいますね。ありがとうって言ってます。Right、こちらの方ですね。That's the person. じゃあ、今回はたった一人ですから、テトさんにもステージに上がっていただいたまま、このままエンディング迎えていきたいと思うんですけども、まだね、時間ありますので、ハッシュタグキャンペーン、ぜひこのイベントの画面の写真を、撮っていただいて、スクショしていただいて、ハッシュタグ VRFlex1124 とつけてツイートしてください。抽選で2名様にスコット選手の実際入り色紙プレゼントします。ブレックスのアカウントフォロー忘れずにお願いしますね。さあ、詳しくはブレックスのツイッターでもご紹介していますのでご覧いただきたいと思います。加藤さんめちゃくちゃすごいですよね、一問。すごいですね。お一人の方、テトさんに拍手を送っています。さあ、ではですね、12月ホームゲーム、スコット選手のモノマネの入場も楽しみにしていますが、試合数。I'm gonna be practicing. 練習しておきます。お願いします。試合数多いですけど、12月の試合。There's a lot of games on this. Comments on that. I mean, we have a lot of big games, important games, so just kind of excited to, you know, step up to the challenge as a team and get after it. I like the rest, but I'm definitely excited to get back to playing basketball here.そうですね。本当に12月は、まあ、こう、対戦相手も、こう、強い相手とも対戦だったり、すごくこう、重要な試合が続くので、まあ、チームとしてもしっかりこう、いい準備をして、臨みたいと思いますし、まあ、今こう、ちょっとこう、いや、体を休める期間はすごくあってよかったなと思うんですけど、また、試合が再開するのもとてもこう楽しみに、しています。はい。12月のホーム戦の前にまだアウェーがありますか？新州からスタートになります。そう、これでアウェーゲームです。新州。新州戦はどんな戦いを見せたいですか？そう、で、カムズの新州ゲーム。I mean, they're playing really well, and they're really strong at home, so definitely gonna have to prepare, like well for that game. I think they're gonna be two hard fought games. I'm justYou know, praying it's not snowing a lot. そうですね。新州もすごく、調子いいですし、彼らはホームですごく強いので、しっかりこう、いい、とてもまあ激しい試合になると思うので、しっかり臨時準備して、雪降ってなきゃいいなと思っています。寒さはちょっとね。寒いの苦手なんですね。You don't like being cold. I mean, I grew up in the cold, so like, for me, like, being, like, one of the things I like about Utsunomiya is that it does not snow a lot, which, you know, cold is okay, but snow, I'm scared to drive the snow. 自分、まあ、結構寒いところで生まれ育ったので、コロラド。寒い気候には慣れているので、こう宇都宮はそこまでこう雪が降らないっていうことは、一つ自分にとってこう、嬉しいことなんですけど、
まあ、寒い気候は慣れてるんですけど、雪は、まあ、運転したり、運転も結構、危なかったりするので、まあ、雪はちょっと嫌だなと。なるほど。ね、あまり多く雪が降らずに、ね、チャンピオンシップまで進みたいですね、じゃあね。Hope you won't snow much. ね、これから寒くなる季節ですからね。さあ、では、12月のホームゲーム5試合ご案内しますが、現在12月11日、そして12日の土日、琉球戦。12月15日、水曜日、秋田戦チケット、好評販売中なんですが、琉球戦は車椅子席を除いて、立ち向けを含めたなんと全席完売となりました。そして、秋田戦のチケットももう残りわずかのエリアもございます。ご購入お早めにお願いいたします。詳細はブレックス公式ホームページをご確認ください。ということで、もう皆さんホームゲームを本当に楽しみにしてくださってるんですけれども、まあ、そこまでまたお会いできる時間まで、少しありますので、ぜひスコット選手からファンの皆さんにYeah, thank you guys for coming out. Thanks for the support. It's always fun, to just go and do stuff like this. So, as always, thank you. And we look forward to seeing you guys at the next home games. And for you guys watching from home, we appreciate you guys as well. 今日もありがとうございました。こうやって皆さんと、楽しみの、嬉しかったですし、楽しかったです。また次の試合、ホームゲームで、またお会いできたらなと思いますし、お家から、応援いただく皆さんも、応援、引き続きよろしくお願いします。はい。それでは、皆さんと一緒に声を合わせてお別れしたいと思います。テトさん、本当におめでとうございます。そしてありがとうございました。全問正解。さあ、じゃあ皆様、ゴーブレックスの準備をしていただいて、スコット選手のゴーブレックスの掛け声とともにお別れしたいと思います。では、スコット選手。準備 OK ですか? Go Brecks! Go Brecks! Yes! ありがとうございました。次の、VR ブレックスワールドまでお楽しみに。スコット選手ありがとうございました。加藤さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。